ここは駒園8丁目高速バスを降りたところ、今日が2月の、4日です。おとつい、2月2日には釧路の卒業生たちが送別会を開いてくれたんですね。で、今日はですね、それから後で、投稿するんですけれども、以前、下校の時のね、動画を撮ったので、今日はですね、登校の時の動画を撮ってみたいなと思ったんですね。それで、セットになるということです。今日はですね、2月4日なんで、雪まつりのオープンなんですよ、札幌では。ここは岩見沢で雪が降っている、降ってるんですけど、札幌で雨降ってましたね。気温が2度でした。それから積雪量はね、札幌は50センチ、岩見沢は95センチぐらいです。ほぼ1メーターぐらいですね。だからちょっとこの雪の積もり方が違います。今バスを、高速バスを降りてですね、それから、大学に向かって歩いている、歩き始めたところですね。ちょっと滑るな。駒園8丁目って言ったかな。駒園ですね。バスは15分に1本、朝はね、今日は7時半の後が8時ということで、30分の間がね、朝空いてるんですけど、今日はあまり混まずにですね、のんびりとバス通学と通勤かですね。思ったほど歩道と車道との間の雪の壁がないですね。ドカッと雪が降った時の後はですね、この今歩いているその右側の部分、ちょっと盛り上がってるところね、これが広い歩道の一部分なんだけど、その歩道の道路際のところにですね、1メートルぐらいの、もっとあるかな、1メートルから 1.5 メーターの雪の壁がですね、万里の長城のようにね、延々と続いていて、その間にはね、塹壕のようになっているっていう、そこをね、歩いていくっていう、そんな感じの、冬場の通勤ということなんですけれども、雪かきしているおばさんいますね。今日は本当にその辺のところのね、壁がないもんだから、大した雪に見えませんね。大した雪が、あるようには見えませんが、でもね、こまめに雪をかいたり、それから排雪ですよね、大きなダンプが来て、3台4台連なっていて、そして、雪を雪捨て場まで運んでいく。ここは宗教的な建物なんですが、この上のあたりだいぶ雪が落ちそうですね。これ落ちてきたら怖いね、屋根の上ね。これちょっと積もってますね。ピシッていってるね。ちょっと怖いですね。こんな感じで見えますかね。右側の家あたり、まだ水平にねなってるところは屋根の雪が溶けて自然に、灯油を伝って流れるような、そんな仕組みになってるけど、その、融雪がの設備がない屋根の部分はだいぶこんもりと積もっている状態ですね。この辺ちょっと寒そうな感じがイメージとして伝わってくる場所ですね。はい。ここはもともとは何にもないところですから、この家の玄関脇の雪を全部ここに積み上げたっていう、そんな感じの 雪の状態になってるんですね。岩見沢の住宅は皆さん苦労して雪をどういう風に、ここもすごいね、2メーター以上あるね、雪の塊になってます。これは庭の雪を全部寄せ集めてできた山ですね。ほら、こんな状態になってますね。すごいな。
今年は私は12月中にも授業を終えてしまったので、1月に入ってからはね、本当に週1ぐらいでしか登校してないんですね。まあでもまあ今年の雪は例年平年並みって言えるんでしょうね。この先の右手が、岩見駒駒沢高校と駒台附属高校、ちょっと忘れちゃったな。私が岩見山に来た時の翌年かな、甲子園に、出たんですけどもね、それ以後、だんだんと学生数が減って、生徒数が減って、そして、3年ぐらい前に閉校になったんです。建物ももう壊したりなんかしてるから、ちょうどこの辺り寂しくなっちゃいましたね。マイクをしておりますけど、よいしょよいしょ。ですね、はいはい、今日は本当に暖かいですね。2日前の時は本当に寒くて、最高気温がマイナス7、1日のマイナ最高気温マイナス7でしたからね。いやこれ厳しいなっていう、そういう日に送別会がありましたね。ここがね、緑ヶ丘来球、ラーメン屋さんですね。昼になるとだいぶ賑わってますけど、私は一度も入ったことないですね。それで、そうだ、送別会の時のことをちょっと話しておきましょうか。時間の30分ぐらい前に会場に着いたんですね。そしたらね、受付のところで、仲良しさん来てますよって教えられて、で、その受付のところホールで見たらですね、ポツンと仲良しくんがですね、コートを着て、マスクをつけた状態で座ってんですよ。どうって、私が近寄ろうとしたらね、仲良しくんがね、先生来ちゃダメ、来ちゃ、近づいちゃダメって、俺、インフルエンザにかかっちゃったんだ。どうしたの？いや、具合悪い感じしたから、札幌に来てから医者に行ったんだよ。そしたら、ね、インフルエンザだって言うんです。だからもう俺、帰るわ。ホテル行くわ。カプセルホテルだけどって言うからね。先生の顔見れただけでいいからって言うんで、まあ、そうもいかないからって言って、ちょっと離れた位置でですね、お話をしたんですね。で、まあ、相変わらず元気そうだったからね、元気そうっていうかな、あんまり変わらない状態でね、やっていう感じで、6、7分お話をしたってことだったんですね。まあ、残念だったなって思いますね。で、同じ、まあ、そのちょっと下か、山中君とか川森田君もですね、来てくれてて、中内さんに会いたいから行くっていう、そんな感じだったんですが、まあ会えたのかな。残念だって、インフルエンザで残念だって言ってましたね。あとまあ全体で、50人ぐらいのね人たちが道外から集まってくれたわけですので、本当に懐かしい顔、もっともっとね20年30年経ってるからみんな年食っちゃってるかなと思ったけど、案外その面影そのままって感じでしたよね。それでですね、まあ、特に女性多いですからね、女性の方がだんだん多くなってきてますけど、化粧したりちょっとこう着飾ったりしてるから、本当にいい奥さんたちになったなっていう、そんな感じします。それから、6、7割もっとかなの人が教員をやってると、教職について教員をやってる人たちがいるわけですから、まあみんなそういう面から言えば落ち着いた社会の中の位置を占めて頑張っててくれるんだなって、すごく安心したというか、
まあそんな感じだったんですけどね。まあでもそれ以外に、脇くんとかですね、亜美さんとか一緒になって塾経営をしてると言ってました。で、まあ、どうやって塾やったのって言ったら、なんか塾のお手伝いをしてる人が逃げちゃって、その人の後を引き継いだりなんかして、今塾大生をアルバイトを雇って経営したりしてますとか、まあそれまでにも、何度か職を変わってとかっていうことを言ってましたけど、まあそういうこともあったりするから、みんなそれぞれすんなりと、行かなかったりしてるところはあるけど、それなりに頑張ってるというか、地道に生きてるんだなっていう、そういう気がしましたね。まあ杉山くんがですね、中心になってみんなに連絡を取ってスケジュール組んだりして、司会の方もやってくれたんですけど、まあ彼は、まあ、以前からね、真面目にしっかりと、やれる人だったんですけど、今回の手際を見ていても本当にいろいろと手回しというか、そういうのもきちんとできていて、さすがに現在釧路地域のね、美術家の取りまとめ役として、信頼されてるっていうのがよくわかる安心感のある、人物になったなっていう気がして、本当に嬉しかったですよね。お世話になったなって思います。あ、そろそろ、大学の煙突が見えてきましたね。この右側ですね、八大竜王っていうね、まあ、自然信仰の、神社なんですけどね、このツートンの家がですね、体育の、サッカーの監督をやってる、先生のですね、自宅ですね。さてと、だいぶ歩いてきましたけど、はい、まあ、これは岩見沢ですね。バス停からですね、15、6分かかるっていうことになるのかな。だいたい、市民病院の方に大学から歩いていくよりも2割ぐらいちょっと距離はあるんですけれどもね、やっぱりこの道路が広くて歩道も広い、最初はなんでこんなに広いんだって思ったんですが、冬場になると、雪がどっと来ますから、除雪した雪をとりあえず避けとかなくちゃいけないっていうことで、ああやっぱりこのぐらい幅が必要なんだなという、それが理解できた次第ですね。ここで交差点、左側がですね、清十寺幼稚園、幼稚園ですね。この幼稚園もですね、3年ぐらい前からどうも方針をですね、改善して自然体験ができるアウトドア的な設備をですね、いっぱいこう作って、大きなブランコとか山ですね、土の山とかね、それから井戸を掘ってですね、ここなんか料理できるようになってますよね。大きな山になってますが、この山の上に園児たちが登って滑ると、元気な感じに遊べるっていう、そういうような幼稚園になりましたね。はい、こんな感じです。ここまで一直線でしたね。で、交差点で左に向けています。あ、ここだいぶ狭くなってるね。そうなんですよ、排雪がされる前はこんな感じで、雪の壁ができるわけですよ。だからこの間をね、歩いていくっていうのが、なんとなくこう戦時中のですね、塹壕の中というイメージをね、私はまあ知りませんけど、塹壕の中を歩いていくっていう感じで、
これがまあ岩見沢のイメージなのかな。除雪車もいますね。みんなこれからまだ降るかもしれない。はい、これセブンイレブンです。このボンベのカレーはですね、夏の間はここでやってるんですけど、冬はニセコに行ってですね、インバウンドの外国人のスキー客相手に稼いでるということですね。だいぶもう行くとき終わりましたね。この右側が大学ですが、もう全然見えませんね今日はね。あ、煙突がちょっと見えるかな。はい、これですね。よいしょ。もう少しだね。パスタの店、ここも私がいる間に3軒ぐらい変わったかな。ラーメン屋があったり、喫茶があったり、今パスタの店になったんですね。一度も入ったことありませんけど、だから潰れるんだね。さてと、はいはい、もうなんかこれはだんだんまたまた狭くなってきたね。いやいや、一人で、しか通れないんで、向かいから人が来たりするとですね、立ち止まって、すれ違うということもしなくちゃならないんですね。バスが結構いるみたいですが、これは大体1時間に1本しかなかったりする。そんな寂しいバスなんですけどね。はい、こう来て、よいしょ。さてと、あと少しですね。よいしょ。ローソンが前に見えて。はい、ここで、交差点。よいししてんだね。信号がなかなか変わらないんだけど、今10分経ちましたね。足元がね悪いからちょっと時間かかって15分ぐらいになるのかな。バス停から大学までですね。さて変わるかなと。よし。よし、よし。よし、よし。はい。よかったね。大学の正門というか入り口になりました。だいぶ積もったね。歩道と車道の区別がつきませんね。右側が一方通行の駐車場になってますね。宮根沢はね、駐車場が奥の方までずっと広いんですよ。だから学生で車を持ってる人も特に使用許可とかね、そういうものなくても置けるっていう、その寛容な扱いができてるんです。ああ、だいぶ積もったね。この右側の部分ね、今はちょっとしたまあ森になってるんだけど、もともとは岩見沢港の校舎っていうものはここの左側この部分にですねあったんですね。で、次第にこの右側に新しい校舎を作って、森になった、戻したというそんな感じですね。はい、結構綺麗だね。あの木に、新雪がね積もって、排雪除雪した雪の上にも新しい雪が積もって、なんかこうこれだけ見ると情緒ありますけどね。歩くのも滑り止めをねホーマックで買ったのをつけてるからね、一応安心。
これがないとね、もうちょっと不安でね、いつ滑るか分かんないなんてね、もう6、7年前から冬場は手放せなくなってますね。はい、企画してる。ここは教育研究所を併設してると。これを併設することで、このアイホールという建物を、岩見沢市の方がね、寄贈して建設してくれたっていうことになります。はい、見えてきました。入り口だ。これで到着ということになります。うん、静かですね。今日は月曜日朝、今9時ちょっと過ぎです。はい、到着します。はい、です。